スカーレット・ヨハンソンが結婚。女優のスカーレット・ヨハンソン、35歳と、コメディアンのコリン・ジョスと、38歳が結婚した。来年4月29日に、ブラック・ウィドウの日本公開を控えるスカーレットと、コリンは3年以上前に交際を開始、昨年5月に婚約していたが、今回ついに結婚を発表した。高齢者に食事を届けるサービスを行う、非営利団体ミールズ・オン・ウィールズ・アメリカのインスタグラムが10月29日、たった今という意味のジャストとジョストをかけて、ジョストが結婚したという言葉が書かれた、スタテン島フェリーの写真とともに2人の嬉しいニュースを発表、こう綴っている。先週末、スカーレット・ヨハンソンさんとコリン・ジョストさんが、アメリカ薬病予防管理センター、CDC の指示に従った、新型コロナウイルス対策を取った中、家族や愛する人々を招いた、小さな式を持って結婚されたと発表できることを、嬉しく思います。また二人の結婚時の希望は、この困難な時にミールズ・オン・ウィールズを支援する、ことにより弱い立場にある高齢者たちの暮らしを援助してほしいとのことです。私たちのプロフィールのリンクをクリックして寄付をするという形でこの幸せなカップルを祝福することをお考えください。そんなスカーレットは以前詳細は明らかにしなかったものの、コリンからジェームズ・ボンド敵状況でプロポーズされたことを明かしていた。驚いたわね。彼はあのニュースデスクの後ろにいろいろ隠しているわ。彼はとてもチャーミングで思いやりがあり、ロマンティックなの。私が驚いたのは本当。どんな風になるかって想像はしていたけど、それでも美しい瞬間よ。一方コリンは、スカーレットと婚約する前は、結婚を恐れていたとして、僕はもうすぐ結婚するんだけど、信じられないことだよ。結婚を長らく恐れていたんだ。だって、新婚の人や結婚直前の人たちと話すと、みんな、いやー、結婚はするべきだよ、悪いことなんて一つもないっていうのに、結婚して5年くらい経った人たちと話すと、焦るな。まだやることはたくさんあるんだから。子供は、持つな。最悪だからっていうから里、以前話していた。